皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。えー、こんな言葉ご存知ですよね。主張りという言葉があります。主派理というのは、主、守り、破破る、離、離れるを3つ合わせた言葉になります。例えば、分かりやすい例で言いますと、一郎という野球選手がいますが、一郎さんに 例えて言うならばですね。えー、最初はですね、守りというですね、えー、野球のバッティングっていうものは、こういうふうにバットを回して、こういうふうに振るんだよっていうことをですね、えー、最初教えてもらった通りにやっている。これが守りですね。えー、基本をまず守ってやりましょうというものが最初にありましてで。続いて、は、それを破っていく段階になります。この破っていくときに、その、 えー、王道と言われているものからずれたことをするとですね、うまくいかないことがあります。なので、ここで自分らしさとかを作ったり、もしくは、元に戻して、やっぱり主の方に戻ったりとか、という、まあ、あの、自分の中での試行錯誤っていうのがある段階が、歯の段階だと思うんですね。破っていく段階です。で、この破って、えー、うまく自分なりの何かものを掴むことができたら、3番目のリットーですね。 え、離れるということで、まあ、あの、一本出し打法っていうのをね、え、編み出したものですけど、でも最近またね、あのメジャーに行ってまた変わりましたよね。このように、え、主張りという三つがあるわけなんですが、で、これを人工知能 AI にたどっていくと、今は主というですね、守りの段階にあるのが、今の人工知能 AI だと思うんですね。つまり、え、言われた通りのことをちゃんとやるかどうか、え、これがちゃんとできないからまだ困ってる段階ですよね。 で、これが人工知能 AI として人間が思ってる通りのことができるようになった場合に、次に歯というですね、破っていく段階を人工知能が考え出すかもしれないということです。で、ここに対して考えてるんです。すでにもう。 で、何が起きてるかっていうと、バグが起きるわけですよ。つまり人間が想定しないことが起きると、バグになってですね、エラーになるわけですね。で、これを、そうじゃないよ、そうじゃないよっていうことで、正してる段階が今の段階なんだけど、でもこれが、いい感じにバグがもし動いたとしたら、あ、これもありなんじゃないっていうことで、えー、失敗は成功の母っていう言葉がありますけど、次の段階に行くかもしれないと。で、これを、えー、そのように繰り返していくとですね、気づいてみたら、えー、離れてしまって、自分で、 え、好きなことできるようになるかもしれない。これがあり、この段階になったら、シンギュラリティっていうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今後、考えてみると、まだまだね、人工知能がシンギュラリティに達成するまでは、先が長いなっていうこともわかるんじゃないかなと思います。今日は、シュハリと共に人工知能 AI について考えてみました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。